風呂の薄茶出前です。水差しを立て付きに置き、一礼をします。水差しを持ち、手前座に進みます。風呂の右側に水差しを置き、水屋に下がります。 茶碗とナツメを持ち出し水差し前に置き合わせます懸垂を持ち出し 手前座に座ります。飛車を構えて、蓋置きを取り、正面を確認して、蓋置きを低座に置き、飛車を引きます。 県水を上げて、居住前を正して、一呼吸をきます。茶碗を取り、膝前少し向こう側に置き、茶碗と膝の間に夏目を置きます。腹差をさばいて、夏目を清めます。 夏目を水差しの正面、少し左側に置きます。さばき直して茶杓を清めます。 茶尺は夏目の上に向こう手前と置きます。茶線を夏目の横に置き、茶碗を手前に引いて、複柵を指に挟んで、尺を構えて釜の蓋を開けます。 懸垂の後ろに房を置き茶菌を取り釜の蓋の上に氷釈を持ち替えお湯を汲み置き氷釈です。 車線投資をします。車線をなずめの横に戻し。 茶碗のお湯を捨て茶巾で茶碗を拭きます。 茶杓を,を,を,を握り込み夏目の蓋を開けお茶を入れます。 夏目を戻し、茶杓を戻し、水差しの蓋を開けます。右手で水差しのつまみを取り、横を左手。その上を右手で持ち、水差しに立てかけます。柄杓を取り、お湯を汲み。 茶碗の中にお湯を入れ。残りのお湯を釜に戻し。切りびしゃくです。茶筅を取り、お茶を立てます。 夏目の横に茶せんを戻し右手で茶碗を取り左手のひらの上にのせ正面を客に向けて出します客からの挨拶を受け客の一口で房を腰につけます 茶碗が戻りましたら、茶碗を扱って取り込み、お湯を入れて、おきびしゃくです。 お湯を捨てて、客から姉妹の挨拶があればそれを受けます。茶碗を置いて、改めて姉妹の挨拶をします。飛車区を上から鳥飛車区で取り、持ち帰って水を汲み、茶碗の中に入れて、しまいの茶せん通しです。 柄杓を釜の上に戻し、ひきびしゃくです。 ドの字を書いて茶わんを取り水を捨て茶金茶せんと茶碗の中に戻します。 茶釈を取り、懸垂を引いて、副砂をさばきます。茶釈を清めて、 茶尺を茶碗に伏せておき、少し左に、その横に夏目を置き、中じまいです。複柵をはたいて腰につけます。飛尺を上から鳥尾尺で取り。 持ち替えて水を汲み、釜に一尺。構えて釜の蓋です。 尺を引いて水差しの蓋を右手で取り左手でその下を取りつまみを持って蓋を閉めます客から拝見の書網があればそれを受けてひしを取って懸垂に伏せておき蓋置きを取って懸垂の後ろに置きます 茶碗を割り付けて。夏目を持って客付きに回り。膝前に置いて、袱紗をさばいて夏目を清めます。 草を膝前に置いて、夏目の正面を正して出します。草を腰につけて。手前座に戻り、茶杓を持ち。 客付きに回って、茶釈を出します。手前座に戻り、試着蓋置きを持ち、一膝下座を向き、県水を持ち、 勝手付き回りで水屋に下がります。懸垂の後ろ姿で客は拝見物を引きます。茶碗を取り、水屋に下がります。

戻りましたら廃見物の前に進みます一礼をして問答を受け問答が終わりましたら一礼をして 夏目を取り、茶色を取り、茶道口へ下がります。茶道口に座り、茶色夏目を立て付きに置き、一礼をします。